様でフルーツ大福鏡餅が年の瀬のお客様に大好評です。いちごとバナナとグレナデン大福ちょうだい。メロンとミント大福もね。はいはい、ただいま。あ、冬休みくらいはのんびりしたかったです。本当ですわ。盗まれた夢、ラベンダーの甘い罠。我が覚醒の時は刻々と近づいている。もはや人類排除計画を最終段階に進める時だ。これ以上失敗を重ねるようでは、我はお前たちの能力と我に従う気持ちを疑わねばならない。そんなこと言ったってさ、ミューアクアを手に入れようとするたびにミューミューたちが邪魔して。言い訳を聞いている時間はない。すでに計画は始まっています。今度こそ東京ミューミューを倒してみせます。なんだこれ。新種のキメラアニマ。これでミューミューたちを倒す。でもなんか普通っぽいぜ。こいつには特別な力がある。夢を操るという特別な力なの。夢を操る？そうだ。人は眠ると夢を見る。このキメラアニマはその夢の世界を自由に操ってしまうのだ。ふーん。夢とは人間の心が生み出す異次元の世界。奴らの墓場にはいい場所だとは思わないか。へえ、面白そうじゃん。騎士の仕返しにはぴったりかもね。バカな人間たちがこんな街を作り、地球を汚した。僕たちの仲間が何万年も夢見てきたこの大地を、故郷の仲間たちは僕たちに希望を託して送り出した。僕はこれまでその仲間たちに応えようと精一杯やってきた。なのに何もかもうまくいかない。僕の計画は完璧だったはずなのに、歯向かう奴がいたって簡単にやっつけられるはずだったのに。どうしてこんなことになっちゃったんだ。おめでとう！
性獅子舞セットって今年会うのも最後だね。なんだか夢みたいな一年だったな。いろんなことがあって、私たまに思うんだ。本当は今までのことは全部私の夢で、目を覚ましたら青山くん私の名前も知らなかったりしてそんなことは絶対ないよ。どうして？知らん顔してたけど、本当は僕も入学してすぐからイチゴのこと知ってたから。本当？僕の練習見に来てくれてるの知って嬉しかったんだ。約束したよね、隠してあげるって。来年も青山君にたくさんたくさんいいことがありますように。オイラの方は完璧だぜ。こちらも上々だ。成功すればディープブルー様にも顔向けできる。へっ、こないだのお返し楽しみにしてろよ。我らが計画の前に立ちはだかる敵、東京ミューミューを排除する。じゃあ初詣一緒に行こう。うん、良いお年を青山くん。良いお年をイチゴ。初詣が楽しみにゃ。ふん、もうデートは終わりなのか。あんた、あ、待て！どこ？出てきなさい！皆さんお疲れ様でした。これ全部食べていいの？もちろんですよ。お好きなだけ召し上がってください。みんなよく頑張ったな。お疲れ様。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。おいしいのだ。今年の苦労が報われますわね。本当ですね。そろそろ作戦開始の時間だな。はーい、もう満足満足。今年のケーキこれで食べ納めですね。っていうかもうお腹いっぱいなのだ。
と一緒にお茶も飲みすぎてしまったようですわ。私もちょっとスカート緩めてきます。もう入りませんわ。別腹もいっぱいですね。すぐ同じところに行けるから。あなた、いちごのお姉ちゃん。愚かなミュウミュウたちは我らの罠に落ちた。桃宮イチゴの夢というとっておきの罠にな。ここはどこですの？さあ、更衣室じゃないみたいですね。イチゴ！私の夢の世界へようこそ。自分が操る夢の持ち主に化けることができるんだ。お前らをここに引き込むために入り込ませたってわけさ。本物はぐっすり眠ってるぜ。なんですって？イチゴが起きない限りこの夢から出られないよ。ま、起きないだろうけどな。こいつの眠らせる力は強力なんだぜ。やれ、キメラアニマ、こいつらを消しちまえ。やめんだ。夢の中だってあっさりやられたりしませんわ。そうなのだ。ミュウミュウミント、ミュウミュウレタ、ミュウミュウテリ、ミュウミュウザクロ。いずれにしろこのミュウイチゴにとどめを刺せば全ては終わる。ミュウイチゴの夢とともに東京ミュウミュウはこの世から全員いなくなる。だけどこれまでのお返しはしなきゃ失礼だからな。特にキッシュの借りは100倍、いや1000倍にして返してやるよ。バク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 。どうだ、私が自分の夢の中で傷ついていく気分は。バッ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 
起こす方法、それさえあれば。お前らいい邪魔だぜ。タルト、もうその辺でいいだろ。そろそろ5人とも消えてもらう。これで終わりだ。うまくいかなくなったのはあいつのせいなんだ。いつだ東京ミュウミュウ勝負。な、何お前、こいつを壊すのは僕だ。イチゴ、起きろ。起きて僕を見ろ。さあ起きて僕を見ろ。起きてこの僕を見つめろ。バカな。イチゴが目覚めるの今よ。レイ、ナナだ。ゲッシャル。イチゴ。私たちは大丈夫。まだ敵は残ってるわよ。くっ、予想外の展開だ。あいつの強い感情がミュウイチゴを起こしてしまうとは。イチゴ、選びなよ。僕のものになるか、それとも壊れるか。なんですって。お前が生き残るには僕のものになるしかないのさ。イチゴは僕の思い通りにならないんだよ。なんでイチゴは。とんだ興ざめだな。バカなやつ、人間にそんな感情を持つなんてさ。あんたたちよくもやってくれたわね。私の夢を使って仲間を傷つけるなんて。何がおかしいの。だからお前たち人類は自分勝手だというのだ。え、お前らだってキッシュを傷つけただろ。オイラたちだって仲間のために戦ってんのさ。我々は一日も早くお前たち人類を地球から排除せねばならん。故郷で仲間たちが待ってんだ。故郷の仲間。みっともないところを見せたが、次の勝負を楽しみにしている。あの人たち感情があるみたいです。私たちと同じ仲間を思う気持ちが。私たち身勝手なんでしょうか。人は愚かなもの。私たちはいつも見つめていなければならない本当に大切なもの、本当に守らなければいけないものが何なの。
いましたわ。私だって被害者なのに、そんな風に言わなくてもいいじゃない。あなたがいつもいつも彼氏のことばかり考えてボーっとしているから敵につけ入れられたりするんですわ。そんなことより次回の予告はどうするんですの。次回2人は友達、不倫危機一発よ。あ、それよりボーっとしてるなんてちょっとひどすぎるじゃない。本当